観念しな、兵力が違う。散々利用されやがって、グリル。あたしゃ被害者だよ。兄ちゃん、早くぶっ飛ばしてよ。あいつら全員。出てこい、ベッジ。麦わら。ベッジ。あのババア、ビッグファーザーもそんな額は持たねえな。早いとこ逃げねえとまずいが。俺やっぱ外出てぶっ飛ばしてくる。ダメよルフィ、あたしたちはサンジ君を連れ戻すために来たんでしょ。サンジ君の家族を救いたいって望みも叶った。応戦する暇があったら脱出する策を考えるの。一つ答えろサンジ、なぜ助けた。まんまと敵の罠にかかった憎き仇の我らを。父親が悲しむ。あの人に顔向けできないような生き方は俺はしねえ。だから認めろ、お前は俺の父親じゃねえ。二度と俺たちの前に現れるな。よくわかった。約束しよう、もうお前にもイーストブルーにも近づかん。ギャングベッジ、門を開けろ。お前たちが逃げるまで我々ジェルマが護衛を受けよう。よし、時間稼ぎなら俺も。いいんだルフィ、出来損ないに借りなど作らない。あいつらなりのけじめだ。わかった、行くぞ、作戦開始だ。出てきたね、はい。くそ、おれよ。こいつは俺たちが食い止めてやる。その間に急いでこの場から離れろ。くそ、よくないよ、蜂の巣にしろ。さっさと抜けるぞ。あいつら勝手に飛び出しやがって。仕方ねえ、このまま行くぞ。くそ、くそ、おー、出たというおれよ。キャッスルタンク、消えな。ルーク・イン・フォラ・グレース、ビッグ・ファーザー。クソ、シュラッ、クソ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 、
この辺でいいだろう。
Let's go.
上がってこい。
これでしばらくはビッグマムも。みんな、サニー号よ。雷にやられた。お前たちではなかった。マラ、ここは俺に任せて船を出せ。でも、レフィー。俺がいる以上、出航などさせねえ。船はなし。この船の船長は俺だ。飛び込むの。なぜそこに。